認定世界ストロングヘビー級選手権試合、王者鈴木秀樹 VS 挑戦者野村拓也。 DJW 認定世界ストロングヘビー級選手権試合、ラウンド年挑戦者野村拓也入場。さあいよいよ第7試合ご覧いただきます。 DJW 認定世界ストロングヘビー級選手権試合、30分一本勝負でございます。挑戦者野村拓也が入場してまいります。初挑戦ですよね。そうですよね、まあ、前半戦の試合の中でもお伝えしましたけども、まあ、野村選手がそのチャレンジャーとして の、まあ、そのランカーとして1位2位ではないというような状況を各選手もしくはお客様を持たれた中でのこの試合、まあ、本人がどのような気持ちを持ってこのリング花道を歩いてきているんでありましょうか。ステップからセコンドトップロープとセカンドロープの間をまたぎまして、今チャレンジャーコーナー青コーナーに入場してまいりました野村拓也。10代チャンピオン鈴木秀樹入場。心をかきたてるこの崇高な入場曲に乗りまして、チャンピオン鈴木秀樹が入場してまいりました。今日はタオルにシャツ、そしてコスチュームを全て黒に統一いたしました。この鈴木秀樹、足早に入場してまいりました。セミファイナル BJW にて世界ストロングヘビー級選手権試合、30分一本勝負を行います。ラウンドは挑戦者176cm 95kg 野村拓也。野村拓也の今を見せつけられるんでありましょうか。チャレンジャー野村拓也、赤コーナー第12代チャンピオン2度目の防衛戦、 190cm 110kg 鈴木激しい戦い、崇高な戦い、プロレスを追求するこの男鈴木秀樹。これね、野村選手に飛んだ紙テープの量が非常に多かったんですが、はい、これまあやっぱり今日のタイトルマッチに対してはいろんな意見あると思いますが、もちろんでもやっぱ期待してる人たちもあれだけいる、うん、ということなんですよね、はい、さあそれを受け止めることになるんでありましょうか。鈴木秀樹、そして返り討ちに合わせるのか、それともその壁を撃破していくのか野村拓也。さあどういきますか。さあタイトルマッチのゴングが打ち鳴らされました。軽いフットワークの中しっかりと前を詰めていきましたな鈴木。鈴木選手はサウスポーですね、うん、これねサウスポーって蹴りを使う選手に対しては内股蹴り怒、はい、られるんで前足に、はい、ちょっとリスキーな鈴木選手の右足の内側を野村選手が蹴りやすい、はい、外側よりも内ももの方がローキックは効きますから、はい、あ今構えない、あまたサウスポーですね。さあこの辺り身長、そしてリーヨット受けてきた。まずは軽くローでありますが、さあお今度はオーソドックスに戻しましたね、うん、ここで、あでもカットしてます、うん、タイトルマッチゴング直後はどうでしょうか。チャレンジャーの方がやや打撃で活路を見出そう、いや戦い自体を進めていこうというところでありましょうか。内股蹴りもうまくで今日鈴木選手は普段 の、 いわゆるリングシューズではなく、はい、レスリングシューズですね、はい、これ珍しいですね。さあ上半身セコンドには阿部文則選手ですね。野村選手が一つのところのリング上でのタッグパートナーでもあり、さあ捕まえた、会場から大手どよめき、ニアロープレフリーはブレイクを指示します。まあもうこの位置ですとブレイクですね、さあクリーンに分かれました。まあ、思え
ば前回の横浜分隊の試合後の乱入からそうでした、ね、まあ、この2人の始ま、はい、まあ、なんと構想というんですかね、はい、始まって、まあ、今日の試合に至ったとですよ、ね、はい、5月5日横浜文化体育館で鈴木秀樹関本大輔とのタイトルマッチに挑みました。試合は結果30分時間切れ引き分け、チャンピオンの防衛となりましたが、まあ、その両雄がお互いがリング上でお互いをたたえ合う中、阿部そして野村が乱入と、はい、まあ、第2問は非常に珍しいシーン、ね、ございました。その後に行われた後楽園ホール大会での挑戦表明、挑戦受諾という流れになるんですが、その受諾に至るまでも、まあ、野村なりにその何か見せてこいという鈴木のメッセージ、まあ、上野大会で目つぶしを表現するなどですね、かなり厳しい攻撃をしてまいりました。ただその結果、その額面上 の, そのスコアという部分での結果では、実はここまで の, その試合の中で野村選手が敗れることあってもその勝ちを奪うことがない中でタイトルマッチが来て、ね、今日まで来てしまったという状況ですね。で鈴木選手以外からもう特に特筆するような結果は残してないんですよね、はい、直前に行われました新木場でのタッグマッチでもですね、関本選手に敗れるというような状況がありました。これね、比較的静かな攻防のように、まあ、密着したグラウンドのね、はい、見えますけれども、はい、これだけの体格差があると、はい、野村選手かなりきついと思うんですよ ね, すよね、同じレベルで動いてる、はい、でどうしても上を取られることが多くなりますから、はい、今アキレス腱固め、うん、野村がただ腕の絞りを鈴木選手がガードしてますね、うん、あ、さあ入った。あ、今カメラの位置がちょっと見えにくいけどこれヒールホールド、ヒールホールドのように感じますけどね。あ、ヒールホールド、クロスヒールですね、はい、ですね、瞬時にロープエスケープ、ちょっと危ないと思ったり、危ない感じがしましたね、まあ、ヒールホールドというのは瞬間に、はい、膝の靭帯をね、はい、行かれてしまうので、鈴木としても賢明な判断、一瞬の勝機ではありましたが、しっかりと対応はチャンピオン鈴木。さあこれは十字を狙ってますが、鈴木選手がおカバー取るか、足をかけます。さあさらに三角、おっと三角か、ガードとは違った形で足を抑え込まれています野村。あ、さあ足を畳まれて圧をかけます。あっと体重を変えていく。体重の差もありますが、あ、肩固め、あ、フェイスロック、さあ息を呑む戦い続いております。おー、ミドル、これはね、ガードしたというよりは腕を蹴られた感じだと思いますね。そうですね、はいはい、なるほど。野村は腹から腕を狙っているといった状況であります。もう一度3発目、多分蹴ってる高さとかも、はい、腕を狙ってる感じでしたね、うん、目つぶした。あ、なるほど、あ、いやいや強引に、さあ横三角、腕十字が外れた中で横三角に、これはどうでしょうか。あ、でも外して、ね、このまま、あ、腕固め、いやいやいや、自分との体格
差がある選手にはとても有効だと言われております。まあこれ猪木さんがアンドレから先のギブアップを奪った時の決まり手ですね、はい、今日どうでしょうか。この日の試合で一つのいわゆる決定的なシーンご覧いただきました、はい、ちょっとどうでしょうか。ちょっと目に入ったから打撃を嫌がるシーンご覧いただいて、ああ鈴木が立ち上がろうというところ、ああちょっとそうですね、小手というよりはやや指先の、ああ貫禄からさあ、これはね、はい、野村選手の張り手でしたけど、そうですよね、鈴木選手のこれ小手ですね。小手ですよね。先ほどのその野村選手の張り手という部分でもしかしたらこの目にさすがに入ったのかという可能性もありますよね、はい、鈴木選手は固めの視力がないので、うん、打ち下ろしていきました。まあいわゆるお互い、うん、まあ、目つぶしもそうですけれども、はい、イエローカードの反則というのを、うん、なるほどね、もうやっぱりこう手段としたプロレス、はい、そうですよね。先ほど数分前に行われました目つぶしもそうですし、まあ、今グラウンド状態でのナックル、この辺り賛否両論あると思うんですけど、はい、これねルールっていう意味で厳密に言えば、例えばコーナーに上がるという行為自体本来はプロレスのルール上反則なんですよね、はいはい、さあで大きく広げます。ここ懐深く見せようかと表現したいところでありましたが、肩口へのミドル、うん、詰めてのロー、うん、今鈴木選手がサウスポーにしたのは何度も蹴られてる、はいはい、左の腕を蹴られないためだと思います。うん、なるほど。あー、おー、いった、チャンスチャンスチャンス、立ち上がる、うわおー、うわ、あ、ハイキック、ハイキックだ、顔面蹴り、どうだ顔面、やや視点が合わないから、はい、少し危険な状態、レフリーはダウンカウント、鈴木が組み合わせ来い、もう一丁いくぞ、立ち上がれと元気を飛ばします。あー、もう一発いった、あー止めた、鈴木秀樹選手の持ち、うわー最後は、いやーもうなんて言うんでしょうかね、もう本当に何年もこの侍の実況をやらせていただいて、いい加減もう素人実況とは言っちゃいけないかもしれないけど、素人っぽく言って、例えば今その花盛りのワールドカップ、サッカーのワールドカップで言えば、もう当初の日本がとにかく攻めるしかない、攻めるしかない、はい、一生懸命って最後の最後でやっぱりこの力の差を見せつけられるという、そんなようなこの試合、野村選手としてはこう打撃もそれからもう関節も思いの丈をぶつけたように見えたんですけど、いかがでしょうか。全く動きを止めずに、はい、で僕ね多分鈴木選手のハイキックって、うん、初めて見たような気がする。なるほどね。僕は相手の首より上を蹴るっていう行為自体が、はい、もう多分鈴木選手がもう本当デビューした早い時期のバトラーズ出てた頃から見てるんですけど、はい、記憶ないんですよね。非常に少なくとも稀であると。